ショータイムバグです。さん、ゴミついてるよ、目についてません。いや、ゴミついてたよ、今ついてません。ゴミついてた。また今回も伊藤くんとやっていきますよ、パート4は。よろしくお願いします。すんげーやかましいよ、こいつ。やかましいが俺の売りだから。もうやだ、本当にやだ。一日いると疲れるでしょ。もうね、3時間でいい。1ヶ月に3時間でいいよ。まあまあ、来週、再来週も会いますからね、またやめようかな。いや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 、何を言ってるんですか。ローリーマキロイ打法だったら、もうちょっとね、インサイドからレードオフに入ってこないとダメだよ。いや、入れたつもりなんだけどね、ちょっとフェース入れちゃった。右じゃん。まあ、右でしょ、これバンカー上。そうだよね、右行ったもんね、絶対ね、今のスイング的に。誰の指も、かっちゃん、うん、かっちゃん、やっぱカメラワークダメだ。俺かな、俺かもしれない。やるすぎや、あ、かっちゃんだ、かっちゃんだ。かっちゃんダメだね。なんなの、このスイング。怒られるよ、お前、かつ。え、丈夫だよ、かっちゃん優しいから。珍しくいい球じゃん。ちょっと左からフェード、飛んでねえけどな。飛んでない。また2番やん。ねえ、2番やん使わないホールないの。ないない。2番やん使わないホールないんですか。ちょっと左バンカーぐらい。バンカー、うん、バンカーです。まあまあ、いや、どうすんのこれ。ここの間からフック右で。マジかかったんだけどね。150ぐらい飛んだ。56で、うん、それ飛ばすよね。そっから何やってんのこれ。うまく打ったんだけどね。うまいね、うまいね。フックしきんなかったのか。いや、したしたけど飛んだ。グリーンのすごいとこ行ったね、これ。なんでこれ7番だな、あいつ。いや、わかんない、適当に言っちゃいけない。適当、適当、適当に持ってったの。実際は実際適当に持ってた。予想、この予想セブンアイアン。え、何ですかね。編集ミス、また、また編集ミス。何番 だって言ってないんだもん、何番か。何番だろ、あれ。わかんない、言ってなかったから。うん、そういうこと。それはもうしょうがないね。うん、だいぶ短め、はい。うわ、アプローチやば。でもこれはなかったよ。うん、まず、まあまあ、今日止まらなきゃ。ダメ、ダメ、ダメ。いいライン、いいライン。やりすぎた、やりすぎた。もうね、最後フックだよ、まあ、飛びすぎだな。56でしょ。56で何やと飛ばしたんでしょ。だから150ぐらい飛んで、まっすぐ、さーて、まっすぐ打ってきました。まっすぐです。スピードは足りるのか。やっぱオッケー、ポケもらった。うん、多分。お、パターが、あ、ほら、これ俺のパターだから。あ、そうだ。あと、あの二人、俺のクラブしか使ってねえよ。俺にもちょうだい。いや、なんで。みんなにあげてんじゃん。あげてないから、お金取ってるから、ちゃんと払わなくていいでしょ。うん、払わないだけだよ、こいつらが。払えって請求書出してから。払ってるやついんの。うん、いるいる。誰、小生でも分割ずっと払ってる。へえ、なんか一応金ないからさ。ないね。みんな応援してあげて。俺も金ないよ。いやいや、あるから。ないよ、俺。あるから。ないないない。あ、もちろん、ちょっと。やってんの。カートからドロー。祈り。これさ、勝谷さんのボールがカートにでも当たればもっと面白いな。いい、そうね。これは失笑になるよね。これは失笑になるよね。ちょっと見。カートしてきてんの。してカート方向だね、次。でも、当たった。結構先の方行った。音聞いてれば分かるよね、ショートさんのドライバーで、ね、当たったか当たってないか。
象映像、ね、最近朝食になったのこの人。うん、最近朝食になった。もともと超ただのチーピン、チーピン餅だからさ、フックしか売ってなかったよ。でもほら、バター上手だったからその当時は、うん、やっぱね、昔よく戦ったんだけどな、アメリカで。僕ね、翔さんうまかったよね。いや、うまかったよ。翔さん何位だったんだっけ、アメリカで。翔さんが年間チャンピオン取った時。知らない。8位かなんかでさ、ジーパンかなんかで台上上がなかった。そうだっけ、トロフィーもらうのに。ジーパンダメなの。ジーパンダメでさ、パーティーなのに、え、俺呼ばれんのとかいきなり言ったよね。思い出した。俺たくしかまだアンダー14だったんだよ、その時。この辺調整強すぎてオーバーにいたもんね。ああ、確かに。7番届くんでしょうか。中学生の時からうまかったからね。そう、調整うまかったよね。今、3ぐらいかな。早く打てよ。スロープレイだな、みんな。いやいや、スロープレイじゃないよ。どっかのプロゴルファーと違ってる。本当怒られるよ。どっかのプロゴルファーはマジで遅いから。違ってね。実はめちゃくちゃ切ってるからね。カット、うん、チョキチョキしてるの。チョキチョキしてる。他の人の2倍はある。切って貼って切って貼ってって。俺と翔星早いでしょ。はい、翔星だとお前早い、めちゃくちゃ。俺と翔星2人で行くとね、大体1時間半ぐらいでね、またライン出ちゃってるよ、これ。15番ぐらいまでいってる。うん、スルーでいくと。それは冗談だけど、持ったな。2時間持った。2時間も持ったよな。2時間に。でもトータルでね、多分3時間かかんないっすよ。うん、18ホールもあんのに。空いてるとこ行けばね。うん、これうまいよね。飛距離はどうだ。パーフェクト。うまい。できればね、ズームしてほしいっすか。うまい。ナイス。まあまあだね、みんな。ポテンシャルの勝也って呼んでくれ。ポテンシャルの勝也。黙れ黙れ、ほんとお前。マジ何訳分からないこと言ってるんだ。ポテンシャルの勝也外してるよ、また。腕綺麗ですよね。何でポテンシャルの勝也って。そんななんだよ、このライン入るのでしょうか。さあで、あーもう切れなかった。読みすぎました。これは難しい。残念なに。でもナイスパー。これね、パター上手いからね、これ。入るの。これ辛い。さあで来るのか。うまい。うまいね。ストローク勉強してください、みんなね、これ。うん。真面目にうまい。真面目にうまいパターン。教えてほしいもん。俺、ショートさんのパターンあったら、多分、キューティーコータン。行くのか。89だから、ショットも悪かったけどね、今日。左から来てます。あ、ここはね、25ヤード、パー5。短いパー5なんで、バーディーを取りたい。ここは絶対誰でもツーオンできるもんね。確実にバーディー取りたい。セカンド、5番ぐらい5、6番で打てるんです。7番だよ、次ね。そうそう、あ、ラフ行っちゃうとね、めんどくさいんだよね。意外に左のフェアウェイ広いんだよね、ここね。バンカーからロフェードです。かなり低めに。バンカーからドローが一番いい。うん、そうだね、バンカーから捕まえちゃう。おっと、なんか変な音だもん、これ。うん、なんで勝也さんズームしないの。まあしてほしいけどね。うん。え、サボタージュやろ。あ、これ、あれか。え、勝也さん、自分の時にいろいろ言いたいから、そうやってやってんじゃん。ズームしちゃうとさ、うん、こう、自分喋れないじゃん。そう、こう、ズームに意識。いや、それはないだろう。今、なんか面白いこと言ってなかった。ロストビーフ言ってた。あ、ロストビーフ。うん、何ローストビーフって、どっから来たの。わからん。全然よくわかんない。どっからローストビーフ来たの。2番やんだよ。また2番やんじゃん。2番やん持たないホールないの。ないない。これうまいな。得意クラブ2番だ。
ずっと2万やっとけよ。マジ今度週末行ってやろう、うん、ずっと2万やっとけよ。245ヤードクリークで、翔さんのこのクリークね、だいぶ細工してんだよ。立ててんでしょ、うん、立ててるし、チップめっちゃ切ってるから硬いんだ、この TR。 うん、けどでもその証手元柔らかいから、パットは結構生かしてある。グリーン手前まで行ったね。だから、あんまり左に来ない、うん、ように作ってある。右抜けは多いんじゃない。そうだ、ここ飛んでるね。普通普通203ヤードセレン。つま先上がり。ショートさんさ、この今日かぶってるキャプと一緒でしょ、これ。一緒一緒。これしかないの。あるあるある。グレーもある。いやー、だいぶドロー。いい球だけど。ちょっと当たってないね、これ。フライヤー計算したの。バンカー、うん、フライヤー計算したけど先っちょ。でももうこの時期になるとフライヤーあんましないもんね。するでしょ。いや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 、もうちょっと秋の最初の入り口よりはしなくなってきてる、だいぶ根がなくなってくるから。そうそう。この可愛い足。細いよね。細いよね。女かよ。右手前です。60度。みんな勝谷浅野には会いに行けますからね。簡単に。簡単に会える。簡単に会える。本当。ほんと簡単に会えるよ。何言ってあげて。オケバディなの、これ。餃子屋さんで働いてますから、ね、餃子屋さんね、水曜っていう餃子屋、調べたらすぐ出てきますよ。横浜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 、うん、うめぇ。もう一息。でもさ、ショートさんバンカーちょっと厚く取るよね。そう、餃子屋さんのなんか厚く取ってるイメージある。け結構エクスプロージョンで打つ感じでしょ、うん、どっちかって言ったら俺結構薄く入れちゃうかな。勝也はほんとすぐ会えるよ。ズームしてくれ。 OK、ナイス。あ、ズームしてないから編集でやって、あの汚さになってます。そうそうそう。ああ。俺のまっすぐ翔星今撮ってた。あの二人ダメだな。翔星初めてだからね、うん、しょうがないよね。この日なんで俺行かなかったんだっけ。あ、富士グイルムにキャディ行ってたんだ、この時。ナイスセーブ。そう、はい、誘えたんで翔星、うん、パターうまい。ないの。知ってるよ、パターうまいの。お疲れした。お疲れした。ナイスバーディー。イーブンだし。イーブンだ。お待ちしました。いいと思ってくれた方は高評価と、女性とかちゃん目細、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも。